女子ゴルフの渋野日向子の2023年を振り返る5回連載の第2回は、負傷の影響で予選落ちが続いた時期に迫った。渋野日向子苦闘の1年に、負傷が功に見て取れたのは、今季メジャー初戦、シェブロン選手権、テキサス州、4月20から23日、だった。長年にわたって開催されたミッションヒルズ CC、カリフォルニア州、から新たなコース、カールトンウッズクラブ、で開催となった中、渋野日向子は左手親指にテーピングを巻いてプレーした。28位で終えたメジャー初戦、33位の JM イーグルラ選手権、4月27から30日、国別対抗戦、インターナショナルクラウン、5月4から7日、共にカリフォルニア州は、完走したが、患部への負担を減らすため、練習量を抑えざるを得なかった。それが成績に直結することになってしまう。一時帰国し、ブリヂストンレディス、5月18から21日、愛知、中京 GC 石野 C で国内ツアー今季初参戦。第1ラウンド、R5 オーバーの100投位と出遅れた後に、やっぱり全然練習ができてないので、細かい感覚とか、タイミングとかが、つかめないまま1日が終わってしまった感じだった。右にも行くし、左にも行くしっていう感じ。それをどうにかしたかったけど、できなかった、とコメント。同大会で予選落ちを喫すると、ホステスプロとして初参戦となった国内ツアー、宮里藍サントリーレディス、6月8から11、兵庫、六甲国際 GC も決勝ラウンド進出を逃す。この大会では、クラブを野球のバットのように握るベースボールグリップを採用。患部の負担を軽減する目的で、右手小指と左手の人差し指を絡ませて握るインターロッキングから変更したが、ビクラ渋野日向子でも導入数日の突貫工事では結果を出せなかった。国内に連続予選落ちから、米ツアーを合わせて計5戦連続予選落ち、サントリーを経て臨んだメジャー第2戦、全米女子プロ選手権、6月22から25日、ニュージャージー州を挟んで臨んだ同第3戦、全米女子オープン、7月6から9日、カリフォルニア州では、インターロッキングに戻して苦境の中から再起を目指した。渋野日向子選手、故郷の子供たちとソフトで交流岡山、倉敷で大会主催、来年の活力になる。岡山市出身の女子プロゴルファー渋野日向子選手が主催する第2回岡山県小学生ソフトボール大会が24日、倉敷市のマスカットスタジアムで行われ、渋野日向子選手が故郷の子供たち約150人と交流を深めた。小学生時代にソフトボールに熱中した渋野日向子選手が恩返しをしたいと、県ソフトボール協会などの協力を得て昨年に続いて開いた。23日の予選を突破した6チームが熱戦を展開した。渋野日向子選手はトレードマークの笑顔でプレーを見守り、試合の合間にはスナックゴルフ体験会やトークショーに参加した。岡山マスカットフェアリーズの女子児童12イコール倉敷市立琴浦西小6年イコールは大きな球場で試合ができ楽しかった。渋野日向子選手と一緒に記念写真を撮れて嬉しかった、と話していた。共に2021年東京五輪ソフトボール金メダリストの原田のどか選手32イコール総社市出身イコールと昨年引退した山田恵里さん39がゲスト参加。始球式では投手の渋野日向子選手が原田選手を飛球に打ち取り、会場を沸かせた。渋野日向子選手は、最後まで頑張る姿に元気をもらい、来年の自分の活力になる。大会を続け、より良くしていきたい、と満面の笑みで語った。